令和2年10月8日、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センター学習館で、阿蘇ファミリーアシスタント養成講座の初めての講座が開かれました。阿蘇市では、阿蘇温泉観光旅館共同組合が主体となるワーケーション推進事業を進めており、ワーケーションの受け入れ事業の一つとして、阿蘇ファミリーアシスタントを設置しました。 これは保護者などがテレワーク勤務をする際に子どもの世話や見守りをするとともに阿蘇ならではの体験やゲーム、遊びを子どもたちに伝えるサポート役を担うものです。まずワーケーション事業の概要が説明されその後、ネイチャープログラムが始まり学習館の外に出て聞こえてくる音や景色の中にある色を探すなど 五感で物を捉える練習がありましたまた板の上に自然の素材を並べて作品を作るネイチャーアートも作成しました講座は計3回開催され今後リスクマネジメントに関する講座も予定されています